隙間収納の作り方その2、隙間の測り方編。はい、隙間収納の注意点のその2の動画ということで、今回はですね、隙間の測り方についてお話をします。1回目はですね、障害物がないかどうかを確認しましょうというお話でしたが、今回はじゃあ障害物もない、本当に隙間だけに入れるんだっていう場合の注意点ですね。まず一度ちょっと分かりやすくしますね。こう洗面台があって、こっちが壁とします。壁。で、ここの隙間の、まあ、大体ここで測って、まあ、15センチのところに、ぴったりとした収納ですね。隙間収納を作りたいといった場合、普通にこう測って15センチとかで、あ、15センチなんだ、ちょうどだと思って測るケースが多いと思うんですけど、実際のところ測ってほしいのは、やっぱりこう、下の部分ですね、まず。下の部分と上の部分を測ります。で、真ん中も測ります。で、複数箇所測って、一番小さいとこですね。一番小さいサイズ。一番小さいサイズで作ります。で、その際に、実はもっと気をつけないといけないところがありまして、奥も測ります。手前だけじゃなくて、ちゃんと奥も測ってください。その理由は、私、現場でよく、こういう隙間収納を取り付けに行くんですけれども、まあ、ほぼ、ちょうどで入るところってないんですよね。それは、こう、上から見た場合ですね。はい。まず、こう、柱があって、こう壁があって、例えばこう洗面台がありますと。これ洗面台ですね。で、ここの隙間に、こう、隙間収納を、隙間収納を作りたいと。ね、いう場合なんですけど、上から見て、例えば測るときはここだと思うんですよ。ここで15センチだとしても、実はこの後ろが、14.8 とか、まあ、14.5 とか、微妙に何ミリか、こう、小さかったりするんですよね。で、大きい時は問題ないんです。後ろの方が大きい場合は、前に合わせて入れるんで、例えばの 15.3 とか、15.5 とかだったら、問題なく入るんですけど、中が狭い場合は、途中までしかもう入らないんですよね。こういう風に。なので、もう壁なんで、こっちも洗面台で決まってるんで、削ることもできないから、この家具が無駄になってしまうんですよ。よくね、大は小を兼ねると言いますけど、家具は大は小を兼ねません。本当に大きかったら邪魔なだけになってしまうので、しっかりと奥も測ることをお勧めします。で、もっと言うと、本当はちょうどで作るのはやめておいた方がいいです。こう隙間収納なんで、きっちりされている方は、隙間なくピシッと作りたいっていう思いはあるのはすごくわかるんですけど、こう壁があってですね、置くものがあって、ここにこう家具を置くときに、この隙間が嫌だっていう人が多いんですけど、実際はやっぱり隙間がちょっとあった方が入れやすいし、クロスも傷がつきません。ちょうどだったらこう壁に擦ってしまうんで、クロスが傷がついてしまいます。なのでこれを撤去しなきゃいけないとか、あと、賃貸の場合だと、退去するときにここに傷がついているっていうことになって、こう、敷金から引かれたりとかするようなことになってしまうので、できる限り余裕のある、寸法に作ることをお勧めします。私はね、どうしても、まあ、1センチぐらいは短くしてほしいなと思うんですね。こういう隙間、後ろが、いざ狭いときもありますし、入らないですね。入らないということもあるし、擦って傷がつくことがある。壁に傷がつくことがあるので、できる限り少し小さめにします。で、この小さめにした後のこの隙間ですよね。またこの隙間をどうすればいいのかっていうことにつきましては、次の動画でお話ししていきたいと思います。はい。この隙間収納を作る際の注意点に関しまして、4本動画をご準備しております。4本ご覧いただく際には、動画の説明文の下にあります URL にアクセスをしていただくか、ブログの方をご覧ください。